オーブン調理機能を使った殻付きホタテの調理手順を説明します。材料を用意します。材料は殻付きホタテ貝1個約 150g のものを2個。まず貝殻の汚れを洗い流します。殻の平らな方の貝柱をテーブルナイフなどで外し、殻を一度取り外します。必ず貝柱を外してください。貝の口が開くと上ヒーターに当たり殻が割れ飛び散り危険です。肝を取り除き、塩水で汚れを洗い流します。平らな方を上にして再度殻をかぶせます。オーブンドアを開け、調理に必要のない加熱水蒸気用水タンクを取り出します。平らな方を上にして焼き網の上に乗せ、ドアをしっかりと閉めます。水なしオーブンのため受け皿に水を入れる必要はありません。扉のマーク部分を押し、全面操作パネルを開きます。電源入りスイッチを押します。焼き物メニューキーを押し、貝焼きを選択し、仕上がりキーで仕上がりの弱を選択します。次にスタートキーを押します。表示部のマークが回転し加熱が始まります。スタート後はメニューや仕上がりの変更はできません。回転するマークは途中で調理終了までの時間に変わります。調理中はオーブンドアを開けないでください。センサーによる温度検知が正しくできなくなり、上手に調理ができません。調理が終わったらメロディーと音声でお知らせします。オーブン調理が終わりました。焼き具合を確認してください。良い焼き具合の時はそのまま取り出します。調理物を取り出す時はオーブンドアや周辺が高温のため、やけどには十分ご注意ください。焼きが足りない時は追加焼きをしてください。追加焼きキーを押します。次に時間キーを押して追加焼きの時間を設定します。設定時間は3分から29分まで選ぶことができます。時間を設定したらスタートキーを押します。終了はメロディーと音声でお知らせします。オーブンの加熱が終わりました。焼き上がったホタテを取り出し、出来上がりです。オーブン調理終了後約5分間自動的にヒーターをクリーニングする運転をします。ヒーターを加熱してヒーターに付着した油汚れを乾燥させ、匂いなどを防ぎます。調理物を入れたままにするとクリーニング運転や余熱で焦げすぎることがあります。調理が終わったら早めに取り出してください。クリーニング運転は約5分間で自動的に終了します。